避難した場所が炎に巻き込まれていた。だけど敵は俺に悲しむ暇も与えちゃくれない。ハマーンの艦隊を追いかけるためリーナの生死も確かめられないままアーガマはダカールを後にしたからだ。カラバとアーガマの合流は未然に防がねばな。グレミ。は。いくら非力な者どもであっても数に頼めば我らの脅威となりかねん。承知しております。時にあの娘はどうした？リーナとか言ったな。子供ですから。心の中もその言葉通りか？お言葉の意味が分かりかねます。その若さでその冷たさ。真実を申したまでのこと。ならばその真実を身をもって示してほしいものだな。は。私はキリマンジャロより空へ上がる。お前はアーガマ追撃隊の指揮を取れ。我々を結びつけるザビ家の血のつながり忘れるな。は。私の姉はザビ家に尽くし宇宙の果てで死んでいった。しかし私は死ぬものか。新しい血をザビ家に加え必ずや復活してみせてやる。ネオザビファミリーを。今までと違う敵の動きにアーガマはダブリンへと向かっていた。ネオジオンとの戦いに弱腰な地球連邦のお偉いさんに抗議をするためだ。失礼します。アーガマの艦長ブライトノアであります。アーガマ、なぜアーガマの艦長がここに来る？アーガマの艦長なら都合の悪いことがあるようですね。あるのだよブライト艦長。君は我々の和平政策に反対なのであろう？サイド3をハマーンに与えることが和平政策だとおっしゃるのですか？ハマーンはそのことを条件にして停戦条約を結ぶと言っているんだ。戦争が終われば平和になる。違うかね？サイド3はかつてのジオンの発祥の地なのですよ。そんなことをすればネオジオンに油を注ぐようなものです。それがあなた方にはわからないのですか？サイド3に入ればハマーンの気分は収まる。おい、エウゴは戦争で金儲けしてんじゃないのか？月のアナハイムと手を結んでいるというもっぱらの噂だ。アーガマはノルウェーまで下がって武装解除だな。あなた方は自分が言った意味がわかっているのですか？口を慎みたまえ。君は少し頭を冷やしておいた方がいいな。お前ら地球でのほほんとしてて何がわかるの？柔道？お前らハマーンがどんなやつか知っているのか？俺たちがどんな苦しい思いをして戦ってリーナも死んで、それなのに俺たちが戦争をしたがってるだと？お前たちが何もしないから世の中がめちゃくちゃになるんじゃないか。柔道やめろ。だってこいつら連邦のお偉いさんの我慢ならない言葉に俺も抗議した。そのおかげで交渉は失敗に終わっちゃうし、ブライト艦長と俺は拘束されてしまう。その危機を助けてくれたのがシャングリラ別れたはずのファー・ユイリーさんだった。でも俺たちがそんなことをやってる間にハマーンはダブリンに向けて恐るべき作戦を実行に移そうとしていた。恐怖で地上を包むため今空が落ちようとしていた。カミーユの声。
無事だ。目の前の敵に集中しろ。ごときに敵は後ろだ。何今の声誰？加減しないぜ。
なのか。撃ち落とせ。スリッチに直撃させればすぐに終わる。ごめんね、クレミニュータイプの神指だ。そう、あの人だよ。このコロニー落としは地上に被害を与えるだけではない。その恐怖によって我々の力を誇示するものだ。この力を阻止できぬことと思い知らせなければ意味がない。少しの希望でも残せばまた人は立ち上がろうとするのだから。Yeah.
術道。
死ぬ覚悟はできたか。波のモビルスーツと違うんだよ。なぜこんなことをする。貴様のようなやつは許せないんだよ。もし戦いに理由がいるのなら、その君の怒りこそ理由だ。この声、神。
の数はこんなものか。これじゃ遊びだよ。見せてもらう。